ビベーロは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ。ルーゴ県では、ルーゴ、モンホルテでレモスに次いで3番目の人口規模である。カンタブリア海に面する。近隣の自治体と構成する、コマルカダ・マリーニャ・オクシュデンタルの中心自治体。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は16,108人。住民故障は、ビベアーズ、エサ、または、 男女同型のビベレンス、ビバリエンス、ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は93.87%。ビベーロは、ルーゴ県の北西部に位置し、コマルカダマリーニャオクシデンタルに属する。北は、大西洋、カンタブリア海に面し、東は、小ベト、南はオバラ道路と、オーロルと、西はオビセイドの各自治体と接している。自治体中心地区は、 ビベーロ教区のビベーロ地区。ビベーロは、ビベーロ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。最初にこの地に定住したのは、北西部の細長い地域に住んでいたとされる、ゾラと呼ばれた部族である。ローマ化の時期に、この地には、ローマ軍の中屯地が置かれ、最終的に、バイベリアムの町が築かれた。中世には、アマ、ワイン、 オレンジの中規模の公益センターとして栄えた。1810年、スペイン海軍の軍艦サンタ・マリーア・マグダレーナが、激しい低気圧を避けるために、ビベーロ港への入港を試み、沈没するという事故が起きた。この悲劇は住民に強い衝撃を与え、わずかな生存者に対して、食料や衣服を配布し救援している。コバス海岸には、 この不幸な事故で亡くなった人を悼む記念碑が建てられている。現在、リベイロは近隣の自治体を含めたこの地域の商業活動の中心となっている。また、セレイロ教区にある漁港は90隻もの漁船を数え、市にとって重要な漁港であると同時に、ガリシア州の重要な漁港の一つともなっている。自治体市長は、ガリシア社会党のメルチョール・ロエル・リバス、 自治体表議員は、ガリシア国民党、六、ガリシア社会党、六、ガリシア民族主義ブロック、一、イービ、一となっている。ポルタマイオール、または、カルロス五世の門、あるいはポルタドカステーロと呼ばれる門は、1548年にビベーロを訪れた王を称えるために建てられた。門は、プラテレスコ様式で、 1942年スペインの歴史的記念物に指定された。また、他にも二つの門が残されている。一つは、旧社壁の遺構で、ポルタデ・バラードと呼ばれ、もう一つは、ポルタデ・ビラと呼ばれ、アーチ部分に18世紀作のキリスト像、16世紀作の聖母とヨハネの像がある。この門には、エラ・ MCCLV ・イン・テンパー AF という碑文が残されており、 1217年に建設されたと思われる。ビベイロは12の教区に分けられる。太とは自治体中新地区のある教区。ありがとうございます。